んで、フィードバックターミネーターの上にある、これは、レベルメーターですね。まあ、赤とかあんまつけないようにするということですね。はい。いう感じ。これ、結構、PA のアンプとか、PA の機材だと、本当に、なんていうのかな、出す出力が強いので、あんまり加入力とか、高出力とかを連チャンでしてしまったりすると、本当にスピーカーが壊れたりとかすることがあるので、ここに関しては、プラジューとか、いかないように、なるべく優しい感じで運用してくださいね。はい。で、こっちが、で、これはモニターです。モニターっていうのは、これですね。フォンズだったりだとか、モニターアウト。モニタースピーカーに用の出力という感じになります。はい。で、なんで、ここがセットになってるわけです。モニターとマスターと別なんでね。はい。これがモニターです。で、マスターはこっちです。はい。マスターの場合は、LR のバランスも、しっかり把握できるように2個レベルメーターついてますね。で、これはさっきと一緒。で、フィードバックターミネーターも一緒。で、マスター、まあ、さっき言いましたね。ボリュームという感じになります。これはマスターのセクション。から、まあ、通常その、モニタースピーカーとか使わないぞという場合は、これはいりません。ということです。で、あとは、例えば、そうだな。例えば、これと、こっからスピーカー2個つなげれるんですけど、さらに、スピーカーを、足したいっていう場合、その足すスピーカーがアンプ付きのスピーカーだった場合は、このモニターアウトから、出してもらって、で、ここで別個でバランスを調整することができるんで、そういうやり方もすごくいいんじゃないかなというふうに思います。はい。モニター、その時に使うモニターのやつは、ケーブルは、これではダメですよ。これはシングルになってるんで、ステレオのものを使ってください。片っぽが、ステレオのものっていうと、よいしょ。これだと、まあ、簡単に言いますよ。これが黒が1個じゃないですか、この棒が。ステレオだとこういう風なんですよ。ヘッドホンとかよくありますよね。こうやって2個ある。こういう違いがあります。ちゃんとステレオのものを使ってもらって、で、片っぽは、こういった端子のものを使うといいんじゃないですかね。まあ、あくまでアンプ付きのスピーカーを導入するという場合ですけどね。はい。そんな感じでございます。はい。その次に、メインアウトね。これ大事ね。メインアウト。はい。これは、こいつはアンプを内蔵してるので、普段は使わないと思います。はい。けど、メインのアウトがついてますので、ここから、さらにアンプ付きスピーカーに飛ばしたい場合、はい。は、ここも使えます。という感じです。で、その次。これですね。2トラックインと2トラックアウトっていうのがあります。これは、まあ、要は、この、よく見る RCA の、プラグですね。RCA のプラグも接続できるよという感じになってます。で、インプット、例えばどうだろうね。まあ、CD プレイヤーでも何でもいいですよ。ここにサクッと挿して、通常はこっち挿してくださいね。ただ、端子がないとかそういう場合は、ここ使っちゃってもらっていいです。で、この上のパチパチ、メインにしてると、ちょっと細かいから、初心者の人はもうこれ無視してください。細かい話なんだ、これ。メインにしてると、普通に純粋に、全体の、メインの出力と混じって音が普通に出ます。で、90にすると、ここに挿すと、このイコライジングとか、ボリューム調整とかが効きます。要は、ここに挿してても、ここに挿すのと一緒の動きをしてくれるという感じになるわけです。はい。
で、2トラックアウト。これは、RCA でアウト、また純粋にあるということですね。なんで、こいつって結構すごくって、ラインアウト。ラインアウトに関しては、メインアウト2系統と、あとモニターアウトと、あとヘッドホンアウトがあって、あと2トラックアウトの4系統全部であるという感じなんで、結構拡張しまくれるという、感じでございます。